どうやらまた怒ったみたいね。まったく、どうせありえないシチュエーションに放り込まれるなら、私が指導を踏んづけるみたいのを用意しなさいよ。よりにもよってあんな。まあいいわ。こうして突然起こるイベントをこなしていくしかないってわけね。そんなの来てみないとわからないでしょ。今から考えるだけ時間の無駄よ。まあどんなことが起こってもいいように構えておきなさい。来たわ。別に馬になりなさいとか足をなめなさいとかは言わないわ。いいから早くして。棚の上にしまってあるお皿に手が届かないの、見ればわかるでしょ。何よ、その格好のまま打鍵として終生を過ごす誓いをしたかったとかなら聞いてあげるわよ。私だってそう思ってたわよ。でもジャストタイミングで指導が来るんだもの。これは妹に踏み台にされたいということでしょ。いいから、はい、いい、乗るわよ。よいしょっと。妹に踏んづけられる馬の気分はどうかしら、シドウ。これね。はい、もう終わったわよ。助かったわ。もう行っていいわよ。私のことは別に気にしないでいいわ。料理はできてからのお楽しみ。はい、散った散った。そうですね。では隣に向かうことにします。我らが獣木シドウよ。ようやく来たか。
現状を知りたいならば聞くより見た方が早い。すみません、オカミネ先生、聞きたいことがあるのですが。ざわ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 。はーい、何ですかアルスさん。先ほどの箇所ですが、間違いがあるのではないでしょうか。またですか。それは教科書のせいで。皇帝、こういうことです。何とかする方法はないでしょうか。やはりそうなのですか。質問には間違いを指摘するものもあると聞いて実践したのですが、なかなか反応を得られませんでした。見ちゃダメだぞ。もううるさいお兄ちゃんだな。しょうがないな。まったく指導、あなたどういうつもりなの。アルスを放って何をやってるのって聞いてるの。アルスはあなたを中心にした様子を観察してる。それは分かってるわよね。それならなるべく近くに置いておくべきよ。それに問題が起きた時に指導が対処すれば、もしかしたら好感度が上がるかもしれないじゃない。まあいいわ、とりあえずアルスを連れてきなさい。分かったよじゃない。シドウ、せっかくだからあなたにもこういう時の心構えについてもう一度話しておかないと。五日小鳥、どうしましたか。どうかしたじゃないでしょ。とりあえずいろいろ教えてあげるから、そこ座りなさい。まあ貸しといてあげるわよ。今度はちゃんと自分でどうにかしなさいよ。わかればよろしい。シド、少し気になることができました。しばらく教室を離れます。何うなだれてんのよ、さっさと行ってきなさい。
ごめんなさい。どうしてもらえるかしら。妹に会いに来ただけだから。もうこんなところにいたのね。教室で待っているって伝えたのにちっとも来ないんだもの。まったく、どこで油を売ってるかと思えば。そうよ、決まっているじゃない。どうかしたの、しおり。なんだか様子が変よ。ええ、そうね。私があなたのお姉様の五日小鳥よ。ええ、そうよ。待ち合わせを忘れていたことについては許してあげるわ。それじゃあ皆さん、ごきげんよう。はぁ、人気者も楽じゃないわね。しおり、あなたのせいよ。わざわざ私が迎えに来たから。騒ぎになるから、授業が終わったら迎えに来てって言ったのに。ちょっと、聞いてるの、しおり。大丈夫よ。ゆっくり落ち着いて。私はどこにも行かないわ、しおり。そうよ。どうしたの、今さら。私とあなたは義理の姉妹の関係でしょ。もしかして忘れちゃったの？そう。それなら学校ではきちんと先輩と呼ぶのは正しいけど、二人きりの時はお姉様って呼びなさい。あなたは私の妹なんだから。よろしい。さあ来て、こっちよ。理由もなしに呼び出しちゃいけない？私はただしおりとこうして二人きりで過ごしたかっただけよ。よろしい。それでこそ私の可愛いしおりだわ。どうしたの、しおり。いつもみたいにもっとこっちに寄っていらっしゃい。大丈夫よ。誰も見てやしないから。それにきっと神様だって見逃してくれるわよ。それとも姉妹だからこんなことをするのはおかしい？大丈夫よ。血のつながりなんてないんだもの。私はもっとあなたを近くで感じていたいの。さあ、もっとこっちに来て、しおり。どうしたのかしら？仕方のない妹ね、しおりは。と言ってくれるんだから、この子は。そんなこと言われるともっと優しくしてあげたくなっちゃうじゃない。いいのよ、今だけは。好きなだけ甘えて。何かしてほしいことはない？何でもしてあげるわ。なに？それだけでいいの？いいわ、こっちに来なさい。よしよし、いい子ね。
どうしたの？そんな声出して。嘘つきね。何でもない人はそんな声出さないわ。そんなはしたない声は。ね。ほら、きちんと言いなさい。どうしてそんな声が出ちゃったのかしら？私の手がどうだったの、しおり。ちゃんと言いなさい。そう、そんなに良かったのね。素直でよろしい。それじゃあ、ちゃんと言えたご褒美に、ほら、もっとしてあげるわね。いいのよ、もっと声を出しても。私にしおりの可愛い声たくさん聞かせて。ダメよ。だってまだ私が満足していないもの。ほら、抵抗しないで。私にしてほしいこと、もっと言ってごらんなさい。いっぱい甘やかしてあげる。起きて、起きて、しおり。このままじゃ風邪ひいちゃうわ。すっかり遅くなっちゃったわね。さすがにそろそろ帰らないと。ええ、すごく可愛い寝息だったわよ。さあ帰りましょう。今日はたっぷりサービスしたし、美味しいものが食べたいわ。おかえりなさい。あのね、シド。分かってるわよ。それに私だって恥ずかしいもん。そっちがその気なら、しばらく指導にはしおりでいてもらってもいいのよ。ふん、わかればいいのよ。それでアルスはどうしたの？帰ってないわ。一緒だと思ってたんだけど。待ちなさい。とりあえず私も一緒に行くから。それで
どうなの？何がじゃないわよ、まったく。アルスに愛を教えるってやつよ。ちょっとは進展あったかって聞いてるの。てい！そんな顔してないで、もっと自信持ちなさい。教える側がそんなんじゃ、伝わるものも伝わらないでしょ。わからないならわからないなりに、せめて堂々としてなさい。勢いと根拠のない自信だけが指導の武器なんだから。そうやって今までもうまくやってきたんでしょ。ずっとそばで見てきた私が言うんだから間違いないわ。指導は自分が信じたことを貫き通しなさい。分かったらさっさとアルスを見つけて帰るわよ。シドウ、見つかってしまいました。はい、気になることがありました。それよりもシドウが探しに来てくれて嬉しいです。やはり予想通りの反応です。こうすればシドウが探しに来てくれると思いました。ゲームではこうすることでドキッとするものなのでしょう。シドウのそういう反応が見たかったのです。何してるの、シドウ。いつまでくっついてるつもり。早く離れなさい。うるさい。それはそれ、これはこれよ。アルスもすることが済んだなら帰る。いいわね。はい、わかりました。はい。ほら、言わなくてもわかるでしょ。私のことは気にしなくていいわ。トーカやヨシノと一緒に歌ってきてあげなさいよ。シドウ、そこまで言うならいいわよ。歌ってあげるわ。何か言った？シドウ、どんな曲でもついてきてくれるでしょ？面白い。見せてもらおうじゃない。これが私の
せっかくマイク持ったんだし、もう忘